皆さんこんにちは。今福岡空港に来ています。今日はエバー航空に乗って、台湾に今から戻ります。今日の、搭乗人数は27名だそうです。チェックインはだいたい10分ぐらいで終了しました。いつものチェックインの手続きに加えて陰性証明書、あと台湾に入る時の入国のシステムに入力しているかどうかっていうところを確認されました。ご覧のように後部座席はほとんど空いていました。台湾に到着しました。台湾の空港に到着するとフライト便ごとに空港の職員が待っていました。携帯のショートメッセージに衛生局からの URL が届いているか確認されます。日本の携帯番号を入れている方は空港の職員の案内のもと SIM カードを買いに行きます。そして台湾の携帯番号を登録したらショートメッセージが届きます。パスポート下6桁の番号を入れると入境検疫システムで登録したご自身の資料が出てきます。その次に隔離期間の注意事項の説明を受けます。唾液による PCR 検査を行うので名前の入った用紙とケースをもらいます。また隔離最終日に簡易キットで検査を行います。予備も含めたキットを2箱もらいました。そして入国審査を終え荷物の受け取りを行います。そして到着ロビーに出てきました。各ポイントにはスタッフの人や、看板が置かれていますので、これに沿って空港の外にある PCR 検査場に向かっていきます。 PCR 検査場では職員の方がブースを案内しています。ブースの中に入って唾液の採取をしていきます。終わったらこのようなシールを貼られました。そして防疫タクシー乗り場に向かっていきます。防疫タクシーは事前予約なしで乗車可能です。受付で携帯の中にある資料を見せ、タクシードライバーはその資料から行き先を確認します。以上、台湾の入国の流れでした。ご質問ある方はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。私たちはインスタグラムとフェイスブックを運営しております。たくさん台湾の情報をお送りしておりますので、ぜひチェックしてくださいね。じゃあねー。